大江さんと、まあ、我々 SOD でちょっとあるところやるっていうところで打ち合わせが今やろうかっていうところだったんですが、なんだかちょっと怪しい空気が流れておりまして、お姉さんたちが、このままねちょっと今待機という状態なんですけれども、はい、お前さ、なんでお前結婚したのにお前ソフトオンデマンドの仕事受けてるんだよ。仕事できてるからしょうがないから嘘つくな。いろいろこと考えてんだろ、嫁に内緒でよ。はおめえだって彼女いんのにも受けてんじゃねえか、ソフトオンデマンドの仕事。なんか関係ねえだろ、お前俺は仕事できたんじゃねえか。お前な、お前詰め切ってきてんじゃねえか。お前詰め切ってきてねえよ。で見してみろ。何にもねえよ。てめえも見つけんじゃねえよ。ねえよ。あんたよ。全然興奮しないって言ってたので、もうちょっと現地から興奮させるためにすぐ来た方がいいんじゃないかなって思っていただいてます。何とおっしゃった？大丈夫かな？喧嘩止めたのに何か言われたぞ。悪いこと何もしてない。大丈夫？大丈夫。何だって？何言われた？なんか撮影中全裸でうろちょろしすぎだって。ちょっとベテランになってくるとなっちゃうやつ。あのね、女優さんあるあるじゃあるあるなんだ、終わった後はもう全裸だけどね。確かに全裸になりがちだけど、なんで知ってんだろう。怖い怖い。お前さ、最近俺に黙って脱毛サロン行ってたろ。男が脱毛なんて気持ち悪いんだよ。軽こいからしょうがねえだろ。だいたい俺はな、お前が軽こいから来るんだろ。どういう意味？お前まで脱毛してどうすんだよ。脱毛のコンビになっちまうじゃん。お前脱毛してねえだろ。天然で染まってんじゃねえかよ。石井な、何だよ。脱毛だよお前。どこ脱毛してんだよ。石井な、何だよ。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 やばいな、ひよさんと一緒。おい、自撮りツイートの写真加工強すぎるんだよ。いや、これ、あの、本当は思ってないと思うんですけど、なんかすごい歳を気にしてるのか知らないですけど、あの、加工強すぎて、もはや誰かわからなくなっちゃってるんで、はい、あの、もうちょっと素材そのまま勝負した方が好感持てるかなって思っていただけると思います。あと、お前、マスカッツのツイートばっかしてるけど、お前がマスカッツだってことを誰も知らないよ。研究生だし。マスカ。研究生です。すいません。帰ってきますよ。帰ってきちゃう。自撮りの加工強すぎて誰かわかんないなんか歳気にしてるのかもしんねえけど、もうちょっと素材で勝負しろよ。しかもなんかもう最後、お前マスカッツのツイートばっかしてるけど、お前がマスカッツだってみんな死んねえから研究生だしみたいな。ソーシャルなかったらちょっと言ってましたよね。収まらない。おい、なんだお前、俺のことフォローしてるような、ツイッター。いや、してるわ、いいんじゃない、なんで俺のツイート毎回いいねしねえんだよ。相方に毎回いいねする必要ないだろ。お前にいいねしてもらうために俺つぶやいてんだよ。いいやつだけ俺してる。だからそれさ、もうしてないってことはよくないってこと。毎回いいねしろ。なんでそんなことしなきゃいけないんだよ。相方だろ。相方だからって関係ない。じゃあお前、俺のも白いです。お前のはもう全然面白くねえじゃねえか。はおめえだって面白くねえだろ。なんだやろう。なんだやろう。やばい、やばい。これちょっと、いや、ポジさん、ポジさん行ってきてめっちゃ行きたくなる。怪我しちゃうから、ポジ来て。
喋ると天然でバカなんで、インタビューとかせずにそのままプレイ行っちゃった方がなんかいいんじゃないかなって思ってたと思います。スーちゃんどうした？スーちゃん真っ白じゃん、顔が真っ白になっちゃったよ。どうした、なんて言われたの？お前、頭良さそうなのに喋るとバカじゃん。インタビューせずにそのままプレーに行けって言うの。でもいいじゃん、なんか美しいお風呂じゃん。何も褒められてないよ。一個褒められてよかったわ。よかったじゃん。お前さ、最近俺らもちょっとだけ仕事増えてきたよな。なあ、いろんな仕事してるよな。でまた喧嘩腰だよ。大してギャラも出ない番組で必要以上に毒づくね。な、何の？俺らな、毒舌しかねえんだよ、ってことはさ、毒舌をどんどんお前いろんな番組やってったらハードル上がっちゃうだろ。それが俺らのキャラじゃん。ちげえよお前、手抜いていい番組は手抜いていいんだよ。これ何の番組を言ってるんだよ。テレビ東京の番組全般だろ。あげんでめえ、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 喋ってる時の音が下品すぎるんだよ。すいません、本当は思ってないと思うんですけど、なんか喋ってる時の音がなんか下品で大きすぎて、家でヘッドホンで聞いてるとビクってなる時があるんで、なんか心臓に悪いんで、もうちょっとほどほどにしてほしいなって思ってたと思います。本番は大丈夫？はい、今は大丈夫です。いいよ。できなくなった。しゃぶってる音そんな下品なの？って言われたんですけど、私フロちゃんの一番好きなのに、なんで？え、なんなんですか、あのなんか龍が如くに出てくるヤクザみたいな、でもなんか、ちょっと愛は感じた。なんかヘッドホンで聞いてくれてるんだと思って。なるほどね。ビクってする、ビクってするらしいけど変えません、私が。どんぐらいの音出してるの？いいですか？え、今控えめだったの？それがいいんじゃん。昨日も撮影でたくさん喋ってきたんですよ、私は。それ使えるかい？